しばきました八千代台、1年ぶりかな。このマッサージ屋さんすごいうまいですよ。ほんとうまいから、このママさんがいいママなんですよ。もうね、多分ね4年5年もっとかな、結構ね長いお付き合いなんですけど、ほんとうまい。多分ね千葉でねベスト3入りますよ。じゃあそのママさん、いるかな今日。まあ朝11時か、起きてんかな。寝起きがまたいいんですよ。待ってますよ。ほら、いった。寝起きかな、化粧してるかな。ああ、久しぶり。久しぶりです。かわいい。お邪魔します。はい、どうぞ。じゃあ、お邪魔します。はい、どうぞ。チェンタ、スワディカ、チェンタ。おー、いいね。このコンパクトなサイズのさ、このなんかあの集約されている、なんつうの、このホテルでいうとアパホテルみたいな、狭いながらもこういろんな設備がこうギュッと凝縮されてるっていうのがいいですね。ここはあの部屋がね、部屋っていうかマットがね2つ、そしてほらこういうさ、マイクロウェーブとか、これはお客さんのなんかこうホットタオルとか作る時にもね多分使うんでしょうね。冷蔵庫もあって、もうね、この千葉エリアではもうトップクラスのいいお店なんですよ、ね、技術もね。じゃあ今日来ちゃいました、よろしくお願いします。こんにちは。なんかいつも僕来るといつもいない、どこ行っちゃったんですか。出張です。あ、出張ですか。そうですか。今お店何年目でしたっけ。私やってるだったら今年は3年目に入ります。そうですか。じゃあ今までだったら合わせるだったら12年なんですけど。12ですね、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。着替えました、ここはね、あのすごいガーゼみたいな、あのなんだろう、沢田研二さんの全盛期のようなこうなんか薄いね、薄手の、西城秀樹さんとか沢田研二さんが着るようなこう薄い生地だな。これ軽いですよ。これのすごいね、これなんでこんな軽いんですか。これ着てないかのような、じゃないけども、うん、一番いい生地っていうだったら柔らかさの肌が似たようなね、うん、いや僕のこの YouTube チャンネルでね、よくね、あ軽い生地ですって言うんだけど、今までで一番これ軽いと思うよ。なんか着てないみたいな感じ。大体指使ってるなので、うん、厚い生地だったら指が入れないのいい生地にならないんだけど、なるほど、なるほど、一番薄い柔らかさの、うん、さすがということでね。あ、そうそう、チャンネル登録してない人はチャンネル登録お願いします。じゃあ今日も行きましょう。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。失礼いたします。土日のタイマッサージ最高。うまいね、乗っかるところがうまいですよ、このももの後ろ。あ、すごい、あのいい体重の感じ。うわぁ、そこ効く。ちょっと重いでしょうか。いや、大丈夫、大丈夫。僕ね、56キロぐらいがいいんですよね。好きなの。
体重聞いていいですか？52です。あ、ちょっと軽いかな。うん、うわ、鳴ってる。背中もすごい凝ってますよ。はい、やばいな、もう今日仕事行きたくないな。おー、気持ちいい。なにそれ、腰に乗って下に持ってってるでしょ。腰が取れそう。すごいよ、ただ乗ってるだけじゃないね。うまいな。マッサージは今もう何年なんですか、仕事としては。私は12年になります。年、ね、そんなことやってくれるんですか。今の見ちゃ、今すごかった。今脇のところやってくれたね。今ほら、これ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 、他の店ないですよ、これ。この脇でよく使ってますから、聞いてますよ。脇攻め、うわ、これはすごい好き。いやー、もうなんか安定して上手だね、これ。お客さんは何分のコースが多いですか？今のところは泊20分と泊80分です。2時間と3時間？はい。すごいですね。疲れになってきたから、長いコースの方がリラックスできますので、ね、うん、今のお尻のマッサージ気持ちいいですね。はい、よく歩いてるんじゃないですか。左の骨盤の方もちょっと曲がってますよ、ここ。あ、そうですか。え、曲がってたらダメですよね。ちょっとストレッチでいっぱいやった方がいいんじゃないでしょうか。ね、いつもね、右手で荷物持つんですよ。だからバランスなんですよ。もうね、上手いのは分かってるから、なんかあのすごいテクニックちょっと見せてもらってもいいですか。はい、すごいやつ。尻が気持ちいいね。力が結構あるんですね。小さい見えるけど力ありますよ。そうそうそう、いや、小さい見えるっていうか小さいんですよね。はい、小さいです、うん、でも力はある。これすごい好き。これどうしたらいいの？あの、枕下やった方がいい？しない方がいい。しない方がいい、うん、この首のところにね、肘でやって気持ちいいね、これ。うわー、パソコンよくやってる方だったらこの辺と首が一番いいと思います。はい、今ね、あの肩甲骨剥がしっていう言葉があるんですけど、はい、知ってます、はい、日本人のねマッサージ屋さん結構この言葉使うんですよ。肩甲骨外し、はい、肩甲骨剥がし か、うん、だから今のね首のところはね、あのね頭蓋骨外しって僕呼んでるんですけど、これ気持ちいいですね、あの首のところの。そうなんですよ、腕疲れるだったら首も疲れてますので、はい。ほら、これ
これ今肩やってるけれども首も同時にやってるんですよ。これこれは気持ちいいね。おっぱいも気持ちいいかな。胸です胸です。うわそうこれ今ね首もねじれてて気持ちいいの。すごいこれいい。うわこの首が最高なの。もう一回いいですか今の首。そう、そこ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 。ここだけ30分がいいね。死んじゃうよ。ここの、だいたい5秒間だけで抑えられます。本当？すごい気持ちいいもん。そうそうそう。やめないで、それ。すごい気持ちいい。おー。みんなこれ好きでしょ、これ、今の。はい。かぁ、それそれそれ。これなんかさ、ここだけさ、うわぁ、いいね。もうここだけ10分延長してほしい。2000円とかさ、ドンとかさ。お願いいたします。うん。これいいね。うわぁ。そこも最高。キクラの方は大丈夫ですか？もう大丈夫ですよ。ありがとうございます。すごいな首も。あすごい首が楽になった。ありがとうございます。いやいやこちらこそ。じゃあ次仰向けお願いします。はい、もうあれですか YouTube で結構遠くから来ますかお客さん。はい。どの辺から来るんですか？渋谷から新宿から埼玉とか、はい、茨城とか、銚子とか、うん、横浜2人くらいは来ました。横浜遠いね。ここまで3時間ぐらいかかるんじゃないか。足大丈夫ですかそれ。大丈夫です。すごい。足をくの字に逆側に向けられてまた足ロックされて押さえるっていう。かーこれは気持ちいいね。激しい。うわほらもううまいもん。うわ今腰ゴキゴキ回ってる。かーすごいねこれ。今すごい鳴ってますよ、うん、これがすごいよね。なんか足がくの字にさ逆方向にこう向けられて押されるっていう。わあ新感覚。わあすごいねこれ。あすごい気持ちいい。すごい気持ちいい今の。ありがとう。うん。ですか。これか。はい。あこれすごくいい。これなんていう名前？骨盤ための脳矯正になってます。骨盤ため矯正。開いたばかりじゃないですか。そうそう骨盤ぐるぐる。あこれいいね。えこれみんな多分好きと思いますよ。ほとんどん今ところでやってます。本当骨盤ぐるぐる。あそんなことしてくれるの。すごくいい。これ体起こしていいですか。いいですよ。はい、失礼いたします。はい最後のいいねいいサービスこれ、はい、これ最高。
いやいや、あ、これはいいね、今のすごくいいと思う。そう、また来た、また来た。うわぁ、ここだけ20分やってほしい。これね、もう脇すごいね、これ。あ、これ膝枕、はい、これもすごい。うわぁ、首が折れそう。でも膝枕もいいし、もうこれもう首折れてもいいよって気持ちになるね、これ。うわぁ、よだれが出る。ちょっと待って、首大丈夫？大丈夫です。おぉ、すごいいいね、これ。はい、すごいな、これ。うわ、ちょっと今痛かったけど、でも膝枕がさ、気持ちいいからさ痛い、ちょっと痛い。かなり凝ってますよ、はい、肩首で。おお、膝枕大好き。これは2時間になったらどうなっちゃうのかね。ありがとうございました。最高、すごい気持ちいいね。え、首全然違うよ、これ。ありがとうございます。なんか首にあったこのなんか泥とかがなんかこう取れた感じ、すっきりしたね。海が全部出ちゃったっていう感じで、すごいですよ。マッサージとても気持ちよかったです。いや、すごいですよ。多分ね、まあ、この動画でね、今のこの凄さが伝わったかどうか、はい、ちょっと心配なんですけど、でもね、まあ、はっきり言えるのはね、もうレベルが違うね、本当に。かなり本当うまい。うん、だからこれね、まあ、どこのお店に行っても、まあ、例えば日本のマッサージ屋さんでも、中国のマッサージでも、もちろんタイでもね、はい、どっか行ったけどどうしてもこの疲れが取れないとかっていう人はね、ここですよ、八千代台。間違いないですよ、これ。頑張りますよ。頑張りますか。すごい気持ちよかった。特にね、やっぱ良かったのはね、首、あとはこの脇から胸のあたり、これがねすごいスッキリするんですよ、はい、あとはまあ腰かな、全部だね。とりあえず体の悩みがある人はね、ここに来れば。お休みありますか？毎週の火曜日お休みになってます。火曜日以外でね、聞きましょう。あ、じゃあ気になる、はい、値段ですよ。気になるマッサージ料金の紹介です。太鼓式マッサージ40分3300円、60分4200円、90分6200円、120分7800円、150分9800円、180分1万1800円。オイルマッサージが60分6300円、90分9300円、120分1万2300円、150分1万5300円。セットはオイルと、まあ、古式のセットかな。AA セット。60、60の120分で9800円。BB が60と90の150分で11800円。CC が60分と120分の180分で13800円。で、セットがまたもう一個あって、全身と足つぼマッサージのセットが料金こうなってます。どのコースが一番人気あるんですか？おすすめは。多分間違いないだったら、長くないと早くないのコースだったら90分の方が。あ、90分がいい、ね、はい、今が多いなので。横向きに空いてて、うん、頭マッサージも空いてるので。あ、それいいね。はい、だいたい60分よりは90分の方が。90分の古式6200円がまずおすすめで、はい、で、まあお客さんが次予約が入ってない時には延長もできますもんね。はい、そうです。今までね、普通のお店だったら、はい、なんか古式とオイルのセットで120分で1万円がおすすめとか言うんだけど、はい、いい人なんていうか、あまり長くないで短くないの方が一番いいペースの、うん、例えば駐車場内の
超えるだったら上がれるとか払わなきゃいけないんだったら2時間以内に終わらさせるの方が一番いいコースなんですけど、ね、そうか、まあ、でもね、はい、あの電車で来てゆっくり3時間受けるのもいいね。だいたい3時間が多いなんですけどそう、常連さんは3時間が多いそうですよ、はい、うん、じゃあ八千代台駅、ね、間違いないマッサージ、よろしくお願いいたします。尊敬対抗式です。尊敬対抗式です。はい。